でーん茅ヶ崎漁港、朝の6時またやってきちゃいました。これです、これだよ。また来たよ、証拠にもなく。白ギスお願いします。25センチ以上釣らせてください。本当にしつこい、なんという諦めの悪いしつこい釣り人でしょう。絶対釣りたいですね、うん、絶対釣りたいです。ここにももう一人諦めの悪いしつこい釣り人がいます。今日は二人で白ギス爆釣お願いします。よし、お願いした。 YouTube 上げますか？YouTube なんですよ、仕事です私たちは。入ったらすぐ上げますか？いや違います、1ヶ月、毎回上げ、あの週に2回上げるんで編集もあるから1ヶ月後ですね。だいたい1ヶ月後になります。シロギス今釣れてるけど、ね、25センチ以上ってなかなか釣れないんですよね。ああ、そうですね。大きいのはね、うん、それを釣りたいんだけど。今年はまだいいじゃないですか。去年全然ダメだった。あ、そうなんですか。へえ。これはもうどこの船も出てなかった。あ、そうなんですか。あ、メシ釣りでじゃあ釣れない。あ、そうなんですか。じゃあ今年はいい時来たな。まだ今年はいい方です。あ、そうですか。去年船出してメシ釣り出て、ええ、船中一匹とかっていう。そうなんですか。へえ。どこの船でも全部やる。あ、ダメだった。あ、そうですか。今年はちょっと。まあまあ釣れてるみたいですよね。なんかね、竿頭の人は50とかなんか書いてあったりするから。いやでも完全なる数じゃないよね。完全なる数だと上手い人即。ああ、なるほどね。これだ。第7。頑張ってください。ありがとうございます。今日はこれで若しが来たらこいつで若しもつっちゃりーなしようじゃねえかっていう、こういう欲張りな、またこういう欲出すからな。メインの白ギスが釣果が伸びねえんじゃねえのかっていうのもあるんだけど、まあいいや、まあいいな、どうせ私は欲張りです。いよいよ出撃です、出撃。よっしゃよっしゃ、今6時32分。ああ今日は釣れるといいな。25センチオーバーお願いします。1匹です、1匹で、1匹でもいいから25センチオーバー絶対お願いします。はい、レース始めてください。10メーターです。初めの合図が出ました。いきます。よっしゃ、戦闘開始、頼むよ、釣れてよ。釣れた。本日1匹目はチャリコ。なんちゅうこったい。チャリコだよ。なんだこれ。おい、何を暗示してるんだ。おい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 。大丈夫か。おいおい。いいのこんなことで。マジかよ。ようやく釣れた。なんかもう釣り始めて随分経つよ。8時だもん今。なんだ、白ギスであってくれよ今度は。頼むよ。釣れた。お、まあまあのサイズの白ギスです。ようやく釣れたよ、やった。20センチあるのかなこれ。それも黄色いハリスに。
やりました。まあまあのサイズのシロギスでもね、もう釣り始めてから随分経つんだよ。ほらもう8時近いもん。いやー今日はもしかして渋いのか。やっぱね、あのチャリコ釣っちゃったからね、邪念が、赤い邪念がちょっと赤いん邪念みたいな感じかな。江戸の証が、ほら、なんかこのなんちゃってジグで、やったよ。おい、もうなんか、ついにこっちに、私は、なんか、ね、なんか今、反対側の弦で、証が釣れたと、声がかかったんでな、すぐこれ入れたんだよ。すごいな、さすが、江戸釣り名人、やりました。こっちで当たったか。当たったわけじゃねえんだな。当たったわけではない。なんか竿が動いただけだ。釣れた。また釣れました。なんか忙しい、すごい忙しい。ほら、あ、釣れた。また証だろう。ほら、あ、お、走る。なんだ、ほら、証だ。あ、サバだ。でかい、サバだ、でかい。サバが来ちゃったよ。でかサバだ、今度は。やったよ。嬉しいのか。まあ嬉しいよな。でかいもん。ほら、わあ、暴れんじゃないよ、お前。ほら、あ、頼む、暴れないでくれ。頼むよ、暴れないでくれ。また釣れました。また黄色ハリス。結構今日は黄色ハリスがいいな。釣果が遠のいたと思ったら出ちゃったよ。ダイナ海蛇だ。紐、海の紐釣りました。海の紐だよ。ほら、釣れ。これお前は生き物かって感じで、なんかこれ怖い顔してんだよ、すごい。いや、歯がね、すごいの。ほら、歯が。でもね、これ小さい、これ細くて小さい方、当てて、すごい太くなるんだよ。うん、そう、こう太くなって、長さも1メーターぐらいの、硬いのすごく、で、うまくねえの。ダイナ海蛇っていうけど、全然蛇じゃないけどね。魚。
お祭りしたか。あ、ボボだ。おお、やった。おお、おめでとう。お、綺麗。この前俺が釣ったのと同じぐらいの方法やりました。おめでとうございます。やったじゃん、高級魚。なんか綺麗、すごいね、ヒレが。いいな。俺には大南海エビ、 A さんにはホウボウ。あー、高級魚だよ。ほら、ヒレが綺麗。すげー、ヒレが綺麗。あー、久々に釣れた。お、小さいホウボウ釣れた。ホウボウか金頭か。ホウボウだよ。小さい。でもちょっと小さいな、お前。もっとでかくなってからな。しょうがねえ。ほら、飛んでけ、飛んでけ。おで、動画上げて悲しみ始めました。あー、終わってしまった。チキショー。もう最後仕掛けがヘロヘロで、手前祭りばっかで釣りになりませんでした。それに餌がなくなって、最後はこの前魚肉さんのとこで使った青磯の余りを塩磯目にしたんだけど、ダメだな、塩磯目な。全然釣果上がりませんでした。ダメだ、やっぱね、塩砂利目とか塩磯目ほとんど食う、あのないよりはマシだけど、食ってこない。ああ、ないよりはマシって感じだね。結局私の釣果はこれです。多分ね、シロギスはね9匹はいると思う。それにワカシが1匹とサバ、まあ35、6、もうちょっと35、6だな。のゴマサバか1匹。いやー、ちょっと負けた釣果だったよ。今日負けたよ、チキショー。はい、それで今回持ち帰った釣果はこれです。見てくれよ、これがおかっぱりの釣果だったらな、大したもんだろうって自慢できんだけど、船だからな、自慢はできません。まずシロギスが9匹、それとワカシ1匹とゴマサバ1匹。ゴマサバ35センチでした。でシロギスはこれが一番大きいやつな。じゃあちょっとよ、シロギス測ってみようじゃねえの。うちにある一番正確なな、メジャーを当ててみます。これです、見てくれ。だーっとこう来て3メーターオーバー。3メーターオーバーだよ。本当だよ、これ一番正確なんだから。ほらな、3メーターオーバーだろ。ここに正しいっていう字も書いてあるし、やったー。それじゃあ今日の晩酌の酒の魚何にするかっていうと、3種類あるんだからよ、刺身の3点盛りでいってみようじゃねえの。でこの料理コーナーで料理を紹介するのはな、これな、このごまさばのしめさば、これをね動画で紹介していこうと思います。
はい、こんな感じで三枚おろしにしてあばら骨を取り去るところまでできました。そしたらですね、このトレーにですねたっぷりのこう塩を敷いて、でここにですねこのサバの身をまずこの切った方を下にしてこう並べます。こんな感じね。そうしたらこの上にまた塩をねもうねバサバサとまるで雪が降るようにぶっかけます。まあこんな感じね。しめサバ作るときにはねとにかく塩をけちるといいことないですからね、もうどっさりかけます。これで30分置いときましょう。はい、だいたい30分経ちました。でこの塩で締めるのは室温で大丈夫ですからね、室温で30分間放置しておけば大丈夫です。じゃあねこの塩を水で洗い流しましょう。まあ、正式にはね酢で洗い流すんだけどね、私は水で洗い流しちゃいます。はい、こんな感じでごく短時間水をかけて塩を洗い流しました。そしたらねここにこうキッチンペーパーかけてよくね水気は拭き取りましょう。はい、水気を拭き取りました。そしたらね新しいキッチンペーパーをこう用意して、ここにですねこの身をこう乗っけて1個ずつ包みます。まあこんな感じかな。そうしましたらこれをですねこのようなチャックのついた袋、この中に入れます。そしてこの中に適当な量の酢を流し込みます。そして袋の中の空気をなるべくよく抜いてね、それからこの口をしっかりと閉めて、これで30分間放置しておきます。まあこれもね冷蔵庫に入れなくても室温で30分置いとけば大丈夫だと思います。はい、だいたい30分経ちました。そしたらこの袋から出しましょう。こんな感じでね出してキッチンペーパーを取りました。そしたらですねこれの表面についてる薄皮、半透明な皮ね、これ手で簡単に剥げますからこれを剥がしましょう。2枚ともこのように薄皮が剥げました。そうしましたら次はこれをひっくり返してね、ここ側線のところ、ここに血合い骨が入ってますので、これをこの骨抜きを使って取り去ることにしましょう。はい、血合い骨をすべて取り去りました。そしたらこれをですねまたこう裏返して皮目の方を上にして、これで食べやすい大きさに切れば出来上がりです。はーい、できました。これでございます。見てくれよ、ほら三点盛りだよ。青い邪念付きの三点盛りだ。白ギスを釣りに行ったのに青物が釣れちゃったもんな。やっぱり私は邪念満載なんだね。まあ何はともかく食ってみましょう。これだぞ。邪念とは言えよ、これだけのものになりゃ大したもんだろう。じゃあまずはな、やっぱり本命の白ギスから行かねばなるまい。白ギスな、これよし、わさび醤油でな、わさび醤油をこうベタベタベタっとつけて、これでいきます。いつも言うけど白ギスのお刺身はものすごくうまい。なんかね甘みがあってね、今回のもすごいうまいよ。じゃあ立て続けに次な、次は青い邪念いくぞ。青い邪念、このまず青い方でもこっちのサバのこのしめサバな、これだよ、生っぽいんだぞ。これはねうまいかもしれんわからないけどな、微妙な大きさだったから。いきます。まあねほどほどの油でまずくはないっていうか、うまい。おいちおいち。じゃあ最後はな、わかしちゃんいくか。わかしちゃんな、これもまあちっこかったからさっぱり系なんだろうけど、さっぱりあっさり系だけどまずくはないと思う。ではいきます。ほらね、なかなかうまいよ。やっぱり夏だねって感じがするよ。じゃあな、三点盛りを1点ずつ食ったところで、ここらでお酒といきますか。お酒だってもちろん青い邪念だぞって感じで、
青いボトルに入ってんだよこれね、選びましたよ青い邪念のお酒を、和田摘のせい。これはねずっと前に視聴者の方からいただいたもんですね。変わってんだよこれ、もうちょっとしか入ってないけどさ、海藻の焼酎だぞ、海藻焼酎。これをな今日はロックでいただこうと思う。それではいただきます。そうだよ、飲んでから気がついたよ、思い出した。これはね渋みが際立ってる焼酎なんだよ、海藻だからかな。この渋みがいいね、やっぱりね青い邪念だよ、青い邪念には和田摘のせいだね。ありがとうございます。でもこの焼酎ほんと変わってんだよ、ほら完熟海藻焼酎って書いたんでしょね、海藻使ってんだよね。ほいで裏見るとさ、なんかいろいろ能書き書いてあるけど、これはね島根県は沖ノ島の造り酒屋が作ってる焼酎ですね。ホームページもありますよ、このね和田摘のせいって検索すると出てきます。気になる方はぜひとも検索して見てみてくださいよ。それにしても今日の私の邪念は白い邪念だったんだけどね、本当はね25センチ以上の白ギスをお願いしますって和田摘にお願いしたら、和田摘はいやお前は青い邪念だろって言って青い邪念を2匹くれたんだ。やっぱり神様は分かってんだね、お見通しだよ、参ったねー。